皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に三国志大戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回は、覇者の求心、を使います。メンバーは旗の4人です。いつもの4人だ。お相手は、最初の方略、ですね。実は宇津木か高頓と組ませるのは、ちょっと考えてたんだよな。はい。残念ながら形にはなりませんでしたが。猛徳の留守を狙う者は、この俺が相手する。同じ加工トン同士、負けるわけにはいきません。烈光加工トンの実力、見せてやろうぜ。対戦、よろしくお願いします。今後こちらの加工トンは現状、お相手の加工トンは加工トンと呼びます。あざなって便利だな。加工トンの端攻めは上昇で対応。中央の戦線は部下に任せます。魚魚の肉が分厚くてかなわんな。万年とは関係ないんですけど、魚魚とか学神って、SR で出ないですよね。ばっかお前、金枠じゃなくても強いところが、かっこいいんだよ。そうかな。そうかも。途中から加工園の弓を向けてましたよ。そういうのはやるようになったよな。ふふ、もっと褒めてください。いや調子に乗るとまたにするぞ。加工トン撃破で気分は上々。このままぐいぐい進軍します。進軍目標は？槍は死ぬまで戦い、弓と牙は生きて帰る。これが冬波軍の軍旗です。さて、軍旗は守れるのでしょうか。あと、今回は兵種アクションをしっかりやろうと、決意して A を出ましたからね。いつになく一生懸命槍を振ってるな。槍撃ダメージもバカにならんなと思って、まあ出せるときは出そうよな。この学神撃破も、現状がしっかり槍撃を、出してくれたからだと思っていますよ。塵も積もれば山となる、だな。で、ここなんですけど、反省タイムか。先ほど相方が言ったように、ここ、かなり調子に乗ってます。総人と現状は不対戦だが、早々と加工園は行って返すんだよな。という軍旗を完全に忘れて、ここで上昇をさらに深出し、いやでもここからすぐ戻せば、いや、もう遅いんです。あ。今だ！暗闇！加工トンの左目のうずきは単体強化、撃破塔をトリガーに強くなる、いわゆる月光計略です。餌やっちゃったなぁ。なんだと？はい、軍旗違反。上昇も激おこでございます。この後軍法会議だぞ。まあそれは加工順スタイルで乗り切るとして、ひとまず薬の好きを止めてやらないと。綺麗にカウンターされてるな。攻めで調子に乗った相手をいなして殴る。これがカウンターの基本ですよ。勉強になったな。加工園で再演に乱戦するのはいいと思うんですが、現状はせっかくここまで戻れたんだから、ちょっと城に入れたらいいのに、加工トンに乱戦されたくなくて、必死に槍を振ってる感じだな。暇だ、今戻れると現状、戻れだ。不甲斐ないにも程があります。あなたが操作してるんですよ。加工トンの餌にならなかったのが救いですね。ただこのままだと加工園と総人が二人揃って餌になっちゃうぞ。こうなったらこれを使うしか。久々に使ったなぁ。大車輪戦法、基本的には最後の手段です。まあこれに回す気はないよな。現状が言ってれば烈光でまとめて取ることもできたんですけどね。まあここで出し渋って負けるよりいいだろ。色差もついてないし。はい、マストカウンターだったと思うことにします。内乱ダメで逆転か。引き続き劣勢ですが、もう一発は避けたいところ。現状が復帰するまで上昇で塗ります。学神が邪魔しに来たぞ。ほら学神、お前も帰りなさい。装飾も父親に弓引いちゃダメだぞ。後継者に指名されなかったから怒ってんだよ。いや職はミュージシャンなので、と関係ない話をしている間に現状復帰。さてここからはどう攻める。求心を使うんですが、ポイントは使うタイミング。その心は？再演に封印されたくないんですよ。こういう時に先打ちで対応できるのが求心の強みです。出場ののろし。はい、というわけでここで使います。皆の者、力を見せよ。城に着いたら陰弓でもよかったんだけどな。そのために加工園を真ん中に移動しましたが、これはトローでしたね。ただ先打ちは正解でした。無情なる世に未来の音を紡ぐ。再演の最初の方略は号令。味方を強くしつつ範囲内の敵部隊の契約を封印します。封印による先打ち強要が強みだが、先打ちできる号令があれば問題なくて、槍に向かって突撃すんな。振り向かない気がしたんですよ。そしてお相手はフォーグ解放。これでこの構成はしのがれそうですが、フォーグを見れたのはかなり美味しいですね。それだけの構成を仕掛けられたということだな。超ポジティブに言うとそうです。一成功でポジティブに。さて、上昇には再演を倒してもらって、残りの3人は倒れるまで戦ってもらいます。現状は工場に入った方がいいんじゃないか。そうですね、変に制限が長引くとこの後の復活タイミングもずれますし、何より槍が届いてません。一発でも入ればもうけもんだったのにな。まあ過ぎたことを言っても仕方ない。ここまで来たら現状は帰れませんし、工場もできません。今はとにかくこれ以上のダメージを防ぎつつ、再起を使った後のことを考えないとな。はい、考えましょう。
撤退した武将が復活するのに、かかる時間は12カウント。ということは、さっき撃破したサイエンが復活するのは、22カウント時点ということか。フルコンを決めるのに必要な引きは11。この引き玉を合わせても、それが溜まるのは、約15カウント時点のことです。そこまでチンタラ待ってる時間はないぜ。サイエンに二の矢を封じられた挙句、お相手の最後の引きでダメ押しされるのがオチだ。なのでここは、時を置かずに攻めるのがプチ。いいじゃん、ちゃんと考えてるな。えへへ。ところで、お相手の引きは今いくつだ？引き差は約 2.5 なので、5くらいでしょうかね。左目のうずきって、引きいくつだっけ？うずきは引きを契約ですよ。あれ？これってまさか。やべえ。バカ野郎。どうするんだこれ。曹操が食われたらそのまま負けるぞ。わかってます。わかってるんですが、ここ、烈光で止めるべきか、それとも上昇が落とされる前に急進で、ボディを固めた方がいいのか。急進は総人が入らないし、烈光は一部隊じゃ効果薄だぞ。かといって限り見てパワーが足りない。どれにしたんだ？こういう時は、大将に任せます。皆の者、力を見せよ！加工園、総人、お前らはそのまま前進しろ。現状は加工団に乱戦。だがこのままだと闘争が起き、それはどうかな？突撃王が、なになんだと。上昇すごい、強い、かっこいい。まぐれ。威圧的。なんだっていい、工場を決めるチャンスです。ダメ押しの引きはありませんが、急進はまだまだ続きます。ここでお相手の契約。挑発でも良さそうな場面だが、おそらく引きがないのと、主力7の加工園には2カウントも持ちません。なるほど。さあ、兄弟の力で縄文を叩きます。まずは再演撃破。学神が城に戻れば入るぞ。総人、いい仕事したぞお前。ここまで巨匠を引きつけてくれたな。そして学神が城に、行け、加工園、決めろー。さらに前へ出ろ。よっしゃー。逆転、よし。だがあと14カウントあるぞ。ここは現状を戻します。え、向上させないのか。全力で走れば帰れます。帰れば最後の守りに参加できます。つまり、当時のお前もまだ勝負が決まったとは思ってなかったわけだな。イグザクトリー。エン君、本当によくやった。あとはこちらに任せてくれ。早々復活。当然学神に当てます。現状は左、現状、そっちじゃない、戻りなさい。左下にまっすぐ走りなさい。やばい、巨匠に絡まれた。巨匠、頼む、見逃してくれ。学神撃破、上昇は一旦戻って左から出ます。お前なんで斜めに戻すんだ？ニコ動のコメントでも言われてた。あ、三部隊入りましたよ。これは烈光するしかない。何人にも、義の旗はおらせん。はい、これで上昇を左から出して勝ちですね。二回目のうずきでもうダメかと思ったが、上昇の突撃が勝負を決めましたね。これでこそ我が軍の大黒柱ですよ。対戦、ありがとうございました。この後、11陣に昇格しました。次回こそ11陣のリアルを始めたいのは山々なんですが、いや、そろそろ始めようぜ。ご視聴、ありがとうございました。